画面の前の皆様こんにちは。やってまいりました、ダウンロードコンテンツ、ハロウィンのやつね、マイケル・マイヤーズの新殺人鬼、そして新生存者の、ローリー、ストロールがね追加されたということで、今回私殺人鬼、まあ当たり前だよね、マイケル・マイヤーズですよ。いやもう知る人ぞ知る伝説の殺人鬼なんですよ。これもう私今大興奮してんだけど、これやりながらね、もう私の大好きなスプラッタ映画の一つであるハロウィンの、まさかそのマイケル・マイヤーズが新殺人鬼で出るっていうことはね、思いもしなかったんですよ。でこれどういった殺人鬼なのかっていうと、実はね、まあ、ジェイソンいるでしょ、ホッケーマスクかぶった。だからこのハロウィンの、このマイケル・マイヤーズ、ブギーマンね、通称ブギーマンって言われるんだけども、のマスクからヒントを得て、要はジェイソンのホッケーマスクって作られてるんですよ。っていうのもね、13日の金曜日って最初はホッケーマスクじゃないんですよね。後々にホッケーマスクをかぶるっていう。だから当初は紙袋なんです。紙じゃない、布袋なんですよ。紙袋って何よ。なのですよ。なので、実はね、このハロウィンってすごく歴史が長いスプラッター映画があって、しかもですね、他のスプラッターやホラー映画と違って、一貫性がすごい整ってる。血縁関係とかがね、すごくこうストーリーに関わってくる、新生存者ローリーっていうのは、マイケルの妹なんですね、すごい因果関係ある。その辺はね、リメイク版のハロウィンで明かされるんですけども、このハロウィンってすごいシリーズ重ねてきてるんですよ。なのでぜひともこのデッドバイデイライトでプレイするってなったら、一回目を通しておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。ただ3作目はね全然ダメなんで、マイケル出てこないんでね、やめといた方がいいです。でローリー役の人もジェイリー・ミカーティスっていう人なんだけども、すごいね、絶叫クイーンって呼ばれてたぐらい、すごい叫びがねぴったりの人なんですよ、なので今回生存者にローリーがいないんでちょっと残念なんですけども、このマイケル・マイヤーズとプレイしていきたいと思います。さあやってきた。マイケル・マイヤーズの特徴としては、ストーカーっていう技があって、でストーカーを使うとその間心音が敵に、生存者に気づかれない。しかもですね、この辺いる。これを使ってもし生存者にねターゲットを合わせると溜まっていくんですね、メーターが、顔のマークのところに。で1段階2段階3段階目っていうのがあって、2段階目になるとスピードが上がるのね、いろんな、切ったり歩いたり吊り下げたりで、3段階目になるとどうなるのか、いないな、に完全に逃げたか。3段階目になると、まあ一撃で生存者をダウンさせることができるっていう、とんでも仕様これ。でも意外と食べるのね難しいのね、こうやって溜めながらね歩くもんじゃないんだけどね。これ今やってんのはね、心音気づかれずに、あ近づきたいから、ちょっと待って、ここにいる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 、見ててください、ほら見てます、私見てます。というのもハロウィンの映画ってそういうものなのね、こっそりもういつの間にか後ろにいるっていう怖さがあるの。あ、いい音楽だったよ、ほら今聞いたでしょ、ハロウィンの音楽です。今でこっ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 こターゲットにしながら行くぜ。あ左にもいるよ、左行ったな。ただあそこでメーター貯めときたいな。左逃げちゃったけど、このままこうじわじわとメーターを貯めてから一気に畳みかけるっていうのが、マイケルの戦い方としてはいいんじゃないかなと。なんか闇雲に追いかけようとしても1段階目じゃん、ほんとスピード遅いんですよ歩く。あ、いたいた、来たで、音楽来たで。疲れてたか、ほら足の速さちょっと速くなってるでしょ。ん、いたよし、一撃技を見せてあげたい。あのメーターが減るまでに気ぃつけたい、このナイフで。なナイフってところもやっぱ痛々しい。オッケー、こういうことです。見ましたか、この一撃技ですよ。しかも地下あるじゃない。ちょっとねペロペロしちゃうよ下に。いやマイケルってそういうね殺人鬼じゃないんですよ、当たり前や、みんな殺人鬼そうや。はい、
で今回つけているパークってのがですね、いない？攻撃ミスったとしても次への攻撃の、クールダウンが早いっていうやつですね。もう一つそういうパークあったよね。あ、今音楽鳴ったのは、2段階目にためが、減ったということです。またんかこの2段階目だとね、足この普通の殺人鬼ぐらいになるんでいいですよね。 OK、 待て、こっち行ったと見せかけてこっちだ気づかれと、あ、救われてますね。で生存者についている、なんかあの左下についているあれあるじゃないですか、あの変な囲ってるやつ、おっしゃ、 OK、 囲ってるやつ、これ今この三つ編み子じゃない、メグね、の方に囲われてるんですけど、これがタグ付けされた生存者といって、マイケルの特徴的ないるぞスキルとしてタグ付けした人をなんだろう、キルすると他の生存者のスピードが落ちるとか、なんかそういったねパークが存在するんだよね。そのためのなんか技みたいですね。いない？でもこのストーカーしてる間心音が鳴らなくなるってことは、これ鳴らなくなるってことはさ、もうあのインシディアスのパークってもうほぼいらないよねこれ。もうだって多分しないんでしょこれ、おそらく。いや私生存者側でまだマイケルと会ったことないんだけど、結構気づかれないで後ろに立てることってあるんだよね。いやー、なんていうか映画ハロウィンでもね、痛い、やろう、おい、映画ハロウィンでもちょっと待って、救われるぞ、あれ見えてる見えてる、溜めてくぞ、治療してるようだな信子。しかし救われたようだね。こういう時に3段階目であるとしといて一気に畳みかける。だから生存者は一撃が倒れると思って下で治療してたりするんだよ。あ、復活してるや。しかし一撃だ、すまんな、一撃なんだここは。とんでもねえスキルだぜ、ウシシっていうね感じですわ。さ、行こうね、一緒に行こう、君もだ、3人で行こうか、3人でやっちゃおうか、3人でやっちゃおうかって、おい何をや、行こうぜ、ほい。このメーター3つ目が消える前にやれば、もう1回ダウンでさせることができます、一撃で。どこ行った、あっちらへんでしょ、助けてくるかな。でもこれ、あ、いた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 、こうやってピックアップできるからいいね。うい、あ、ちょ、え、マジか、ちょっと待て待て待て、木に当たった、いけるか、時間ない、いけるか、あーダメか、ちょうど切れたわ、ちょうど2段階目になっちゃったわ。あのマイケルの特徴としては、あとデメリットとしてはリーチが短いで、最初の初期状態だと溜めなければ足が遅すぎる、あ、そういったものが挙げられるので、やっぱりそれはその辺はいかにして溜めるかっていうのが重要よね。溜めるときと、追いかけるときを。OK、3段階目。どう使い分けるか。これが勝敗を分けるんじゃないかなと。ただね、溜めるだけで結構ポイント美味しいのよ、これ。だから、あの、結構逃しちゃって、はい、逃しちゃっても、点数めっちゃ稼げてたりするんですよ。それ美味しい。うん。もう使ってても楽しいし、スキルもいいし、もう私の中じゃやっぱレジェンド級に好きな、あ、救われてますね。もうこれ、キラーとなりますね。3段階目に行ってるんだぞ、私は。あ、来てないみたいな。これ、治療してますね。効かんの？そういうのは効かんよ、信子。一撃なんだ。いや、とんでもねえぞ、これ。マジで。修正入るんじゃないかっていうレベルではある気がするけども使ってみたら分かると思いますが、うまくいかない人は全然うまくいかないと思います。溜めてる間に逃げられるっていうね事態が発生するんで、そのいつ食べるかが、まあ、問題の殺人鬼なんだと思いますね。うん、あとは、あ、もう終わりだこれいや、いいわマイケル、いいわ、もう使ってるだけで音楽もいいし、もう大好きこれ。
本当にね、シリーズ通してハロウィンってふざけないんですよ、ノリが。すごいシリアス路線で常に来てるんですよね、うん。でマイケル・マイヤーズという殺人鬼自体の魅力が高いっていうのも人気の一つですね。本当ね、私はおすすめしたい作品の一つですけど、リメイク、ロブ・ゾンビ監督のリメイク、の方で見てれば、すごく分かりやすいんじゃないでしょうか、入りとしては。よし、写真撮っとこう。うん、いや、よかった。最初の動画にしたらいいんじゃないか、これ。点数の方はなんか新しくこの今102ポイント溜まってるじゃないですか。これがどうやら何かに交換できるものみたいですね。で貯めとけばもしかしたらパークかなんか何かに交換できるんじゃないかという噂でございますよ、うん。その辺はね、分かり次第おいおい伝えていきたいかなと思います。いろいろデザインも変わってるからね、最近インターフェースのそのこの辺ほら見てください。取っとこう。で、取ってレベル14。15にして早くパーク2個欲しいね。2個つけれたいよね。そんなわけで、ご視聴の方ありがとうございました。皆さんの良きゲームライフを祈っております。ベルクでございました。お疲れ様です。チャンネル登録は、PC の方は画面のアイコンから。携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。